私が物心ついた頃、世界はすっかり様変わりしていた。人々は未来の自分自身から手紙を受け取るようになっていたからだ。その手紙はブルーメールと呼ばれ、未来の自分自身が死ぬ前にたった一通のみ過去の自分に宛てて書いた。あ、ちょっと待ちなさい。前、東京って行ったことあるか？